所子息に当たった。岡田さんはこの体不自由で、まあ、家にずっとこのいらっしゃるから、その家に一つ設置してくださればいいじゃないですかと、それでこの家に CGN TV が設置されました。何かしながらテレビが鳴ってるっていうような状態、そういう中でも本当にふっとこう御言葉の、やっぱり御言葉にこう触れる機会がやっぱり増えたっていうのはもう圧倒的に増えました。いつでもテレビそれをつければ教会のメッセージだったりとか、ゴスペルの賛美だったりとかっていうのが聞けるっていう環境がすごい贅沢だなと思って、すごい嬉しかったです。家にいてる時間にやっぱりどう過ごすかっていうことが大事ですよね。ですからその時に横でいつもテレビが見れる CGN TV が、まあ、かけられているので、深田さんの中ですごいその神様の位置が大きくなってきてるなっていうのは最近よく感じます。普段多分こう言語障害があるから話す中でストレートにこう伝道するっていうのは難しいと感じてると思うんですけれども、作品を通してイエス様のことを伝えたい、聖書の御言葉を伝えたいっていう思いがすごく伝わってくる作品が多い。やっぱりそれだけ神様からの恵みっていうのをこう感じて受け取れてるのかなっていう、そこから本当にこう心からこう伝えたいっていう思いが溢れ出てくるのかなっていうふうには思いますね。主人見てたら、仮死状態で生まれた僕が障害がありながらもこうして元気で生きていられる、ミッションロードを見て世界にイエス様を知ってもらう働きを見た時に、自分もそうなりたいなっていう思いにさせてもらった。僕には作品を通してしか世間に福音を伝えることができないので、これからも CGN テレビの影響を受けながら制作して行きたい、制作していきたい。天の父さん、今日こうして3人でまた祈りができることを感謝します。この CGN テレビを通して、本当に神様、あなたの御言葉が必要な人に届きますように。心からイスリエスキリストの名によってなります。アーメン。